君こそアスリート。今日はテニスプレーヤー佐藤花選手、父親の勧めで小学1年生の時にテニスを始め、福島市のテニスクラブで腕を磨いてきました。競技歴は13年目を迎えました。自分で全てを考えて試合するスポーツなので、戦略とかも自分でアイデアを出しながらやるところがすごく面白いと思ってます。174センチの身長を生かしたサーブとリーチの長さが佐藤選手の持ち味です。一番得意としているのはバックのストレートですね。東北学生テニス春季トーナメント大会では得意のバックショットを生かし、シングルスで見事準優勝を獲得。全国大会への切符を勝ち取りました。私が一番関心するのは、本当に小さい時からやってるので、基礎技術が何でもできる中で、それをどう選択しながら試合につなげていくかっていうのを考えながら、しっかりプレーができているところだと思います。佐藤選手が大切にしているのが、徹底的に基礎練習をすること。一番力を入れているのはサーブで、サーブは自分から攻撃できる唯一のショットなので、サーブから相手を崩して自分が有利に立ってできるようにしたいなって思って力入れてます。テニスといえば、あの錦織圭がマイケルちゃんと組んで本当に地道な基礎練習をやって開花したように、あれぐらいの選手でもやはり基礎練習をしっかりやることによってプレーの質を高めたりとか、試合に向かう姿勢とか体力だとか、そういうのを作っていけたりするので、彼女みたいにまだ発展途上の人にとってはもう基礎練というのは本当に大事なものだと思います。全国大会に向け仲間と一緒に汗を流す佐藤選手。私の目標はインカレで勝つことです。福島とか東北の強かった人が関東とかに行って上に上がってきているので、私も負けないように頑張ろうと思ってます。